うん、1時間バージョンです、一応それは。一人でも無理だな。じゃあ行きますね。はい。4人だ。みんな変だし。はい、アンサーの時間です。私原が進行していきます。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com、 または fmgino1 ではツイキャスや YouTube での音声とネット配信をしています。 fmgino1 のホームページからできますので見ることができますので、そちらの方もお楽しみください。ツイッターも連動していますのでお楽しみください。よろしくお願いします。ということで、はい、おはようございます。もう11月の中旬というか中旬でもないけど折り返し地点の近くになりましたね。早いものです。ということですね。この番組では子育てのお悩みやいろんなこといろいろ話していこうという内容です。よろしくお願いします。はい。では、ちょっと最初の方は真面目に話してみようかなと、ちょっとふと思ったので喋ってみようと思います。はい。では、皆さん、子どもたちのですね、日頃の遊びというのをちょっと考えたことはありますかね。最近はね、YouTube とか、ゲーム、まあ、それはもう昔からですよね。もう自分たち世代からするとファミコンの方が出てきて、まだ、それからね、このファミコンの影響はちょっとヌンヤンキーヤンっていうのが出てきたんですけど、最近は携帯の YouTube とかありますよね。でも、まあ前も話しましたけど、まだ、でもゲーム自体がダメっていうわけではないんですよね。このゲームの中で、まあ、ロールプレイング、まあ、ドラゴンクエストですよね。とか、そういうゲームの中では、信長の野望もそうなんですけど、結構頭を使いますよね。本当にリアルに。まあ、信長の野望の話でした。ゲームしてる人ならわかると思うんですけど、兵糧ですね。ご飯とかお金をあげないと本当にリアルに離れていきます。で、あげたらあげたでついてくるんですけど、でも結果を出さないと、出す自分たちの方がですね、赤字になっていくという。だからあげると同時に仕事を与えるとか、まあファイナルファンタジーとかですよね。まあ有名なところでドラゴンクエストとか、まあ、2つが有名ではあるんですけど、裏技とか、本当に表には出ない技、キャラを見つけ出す、この文字の中で、会話の中でこのヒントを見つけていくっていうのはですね、できるのはね、結構頭の回転の早い子で、だから悪いことではないんですよね。ですけど使いようなんですよね。この使い方が悪ければ、まあただの世間知らずな子になるんですけど、まあこれがうまくいくと社会に出て、これでいろいろ人の話を聞いて、こうどういう意図で喋ってるのかなって分かるようになったという。だからもう本当に物は使いようではあるんですけど、だから全部悪いものではない、本当にないんですよ。ですけど、まあ悪い面といえば、このそうですね、ゲームの中では、コンピューターゲームではですね、人を殺した人数で点数が上がっていくとか、
車で言えば、闇のレースですよね。要はストリートレースで勝っていく。で、事故を起こしてもまあ別に大丈夫とか、まあ、こういうゲームとかをですね、また、まあ、またそれもいい面としたら、まあ、リアルな現場ではできないけど、ゲームではできる、まあ、いい、はけ口にはなりますよね。で、また外に出れない病人とかいます、病気の方とかいますよね、子供とか。この模擬のこの世界で、満足できる、本当にできないまま過ごしていくよりかはっていうものとしてはいいんですけど、これをまたお家の中だけで見て、これが当たり前と思うこの世界っていうのもまだ問題ではあります。だから本当にゲーム一つでも本当にいい面悪い面だから、作る方はね、そんな風には思ってはいないんですけど、風潮ですよね、周りの。これはやっていいんだ、ははは、っていう、このやる方のこの気持ち。昔は本当にこういう気持ちをですね、直してくれたのが、周りのおじさん、おばさん、近所のニーニー、ネーネーとか、友達なんですよね。だけど本当にこのダメな方向に行くというのは、この周りで教えてくれる人がいないということで、自分の頭の中、これは当たり前なんだなと思っていく。で、また学校とか、この周りのご近所さんでも言い過ぎるとダメだけど、言ったら言わないと自分が困るということを、じゃあ無視しようっていう、だどんどん悪い風潮になっていくんですよね。本当に昔みたいに、本当に隣の友彦でも本当にダメならダメ、本当に教える。で、自分のお家の周りでは、そうですね、中道、数字道なんで、子供たちが道で歩く、遊ぶのが当たり前なんですよ。で、隣のお家もまあ、鬼ごっこの一部となったりしてやるんですけど、子供は子供で、人のお家の中に入ったら物を壊さないと、まあ、車が来る時には避ける。で、またこの大人たちはですね、この数字道には子供たちが常に遊んでいるから、安全運転しないといけない。で、知らない人たちは数字道として、通り抜けの道として使っては子どもたちに迷惑がかかるっていう自然に考える。だけど今それがないんですよ。この数字道自体が運転手としてはただの抜け道としか思わない。だから地元が、人が来ようが来なかろうが関係ない。どけ、俺は通りたいのにお前は何でいるばって感じになるんですよね。で、また新しく入ってきた人も、昔から入ってるから何だわけ、関係ないさ、住んだら一緒だろうって、おはよう言わなくても顔見たら分からんわけっていう、本当こういう状態にだんだんなってきているので。そうですね、もうこの子供をこの守る環境っていうのが、本当にもう30年近くで本当に変わったのかなとは思いました。で、1曲目いきたいと思います。多分あると思います。パピヤポぐらいから聞かなくなった。ああ、聞いたことあります。その他のやつは名前を初めて聞くかも。僕の
ぐらいからあんまりみんな聞かなくなってきた。あのサンタクロースのやつとかだったら分かる。ああ、あれもうちょい先だね。あ、その2が多分サンタクロースでしょ。サンタクロースは前の方だね。はい、これが今その、あ、これその4なんだ。3、そのその後だ、サンタクロース。うーん、こんなにあるんだとか、あとなんだろう、いろいろ結構知ってますけど、ね、うん、面白かったよ、うん、沖縄の方ですね。アパピヤポン、アパピヤポンって言うんですね。アパピヤポン自体は多分沖縄本島じゃなくて、あ、どっか宮古とか離島、離島の多分アパピヤピーとか使うのは本島じゃないんですよ。確かに。あ、八重山とか、多分そこら辺だ、ね、やっぱ石垣とか。そこら辺八重山の方言聞いたら英語で確かにピーとか沖縄の方言では出てこないですよね、あんまりポなんか。本当にアテビで、あれがオペカで、あれが運転するか、はい。なんて言ってた。聞いた。何言ってばね。うん。標準語で曲が終わるので、はい、CM 行きますね。はい。この CM が終わったら、はい、かけますね。聞いたのかった。やべえ。はい、久々ですね。アパピアポン。まあ、今でもあるのかな、この CD って。最初の曲しか聴いたことないんですけどね。でも、まあ、面白いっちゃ面白いですよね。ということで次は、子供たちがですね、先生あの子も何ねとかっていうので、ちょっとまた子供の話をしてみようと思います。子供ですね、子供でもいろいろあるんですけど、この雲を上から見るのと下から見るのと全然違うという、分かる方はいますかね。飛行機乗った方は多分分かるとは思うんですけど、飛行機が一番上飛ぶのが8000メートルが限界だったかな。沖縄から東京とか行くときにはだいたい8000メートルぐらいだったかな、の高さぐらいですね。それもっと上かこの、あの本当に雲がない成層圏のギリギリぐらい飛んでる時のこの見えるところと、この下から見るっていう風景が全然違うっていうのは分かるとは思うんですけど、上から見るとですね、雲って不思議なんですよ。でまた
見た人は分かると思うんですけど、これがあの夕焼けとか朝焼けになると、本当に綺麗でですね、何ですか、何雲かは分からないんですけど、本当に雲海なんですよね。全部が雲 でその雲が、あの下が、この雲がオレンジ色になって、空が全部オレンジなんですよ。まあそれが本当に不思議でちょっとたまらないんですけど、この雲なんですけど、まあ分かりやすく言ったら積乱雲、要はあの雨が降る、あれですよね、雲ですよね。まあ沖縄だったら海の方とか見たらよく分かると思うんですけど、まあ最近あの台風とかよく来ていましたよね。この時にはもう本当に上空も1万メートル以上上ぐらいまで飛んでいるとでかいのがありましたよね。でその時に、ね、沖縄の方ならすぐ分かると思うんですけど、これは雨降るねと思ったら30分後雨降ったりね、まあ分かりやすいとも積乱雲ではあるんですけど、この雲はあの高さによってですね、形が違うんですけど、あの綿あめをちぎったような感じの、雲があるんですけど、そちらの方がですね一番高い上空の方で、ちょっとパッと見つけきれないんですけど、1万メートルとかかな、そのぐらいの高さに、あるだ一番上にある雲っていうのは、形がですね、あのまばら、あの積乱雲みたいにあの固まった雲ができないんですよね。下から見ると面白いですよね。で前先週だったかな、ちょうどあの米軍の飛行機の方が、多分見ている方は分かるとは思うんですけど、急上昇しているものがあって、それを見て先生なんか下に変な雲が出てるよって、あるいはジェット気流って言うんだよって言ってからね、何それって言ってたんですけど、まあ、それがだいたい3000メートルぐらい上がってたのかな、まあ、それから普通に平行で上がってはいたんですけど、まあ、こんな方に雲比としても十分に楽しめるものがあるのかなとは思うんですけどね。では2曲目いきたいと思います。雲がさかせないから話が広げられない。雲がさがせなくてさ、相手が俺の何しようか。あ、これだよ、これ。やった。最近は一人旅してないんですか？してないですね。沖縄一人旅。沖縄一人旅。してないですね。あ、でも先週は泣き陣に行きました。リスナーさんと一緒に。あ、仕事絡みのやつもあって。あ、久々に北部行ったんですけど、やっぱ北部行ったらなんか現実、非現実感がすごいですね。違うところに来た感じ。やっぱ北部行くだけでもちょっとプチ旅行感が出ますね。え、それ休みたいなと思うさ。金があったらさ。最大でどれくらい長く休み取れるとかあるんですか？
こまで長く1週間ぐらい。あー、いいですね。多分、でも自分が入った時はそんなのなかったよ。うーん、休もうとするならなんで休むかって文句言われて。まあ、そうですよね、今までこそ首とかだって30秒で曲が怖いよあと5分、うん、でもこの教会もそうじゃない、今にこんな使い方したら誰もいないよ やっと見つけたんですけど、この雲の高さのやつがあるんですけど、とっても晴れた時に見えるなんかね風神雷神の時に出てきそうな雲がありますよね。ふうってなんか風神がふうって言った時に口から出ているなんか煙みたいな形の雲、これがですね、1万3000メートルだそうです。恐ろしいですね。なんだそれやと思うんですけど、13キロですか、上空。で、まあ、よく見る、晴れてる時によく見る、軽積雲っていうのが1万メートル。まあ、軽層雲もですよね。で、積乱雲の方がなんか低いですね、3000メートルぐらい。積雲も3000メートルぐらいですね。この高さによって違うんですけど、この雲をですね、見るだけでも十分に、遊ぶ時間、楽しいものですよ。ね、先生なんでこんな雲があるのとかね、話のネタにもなるんですけど、沖縄でもたまに面白い雲とか見ることありますよね。なんだろうな、なんか雲の横に違う雲があったりね、で雲の間に飛行機が飛んでいると、先生あれ定位置高いんだけどどこら辺飛んでるのって、ね、雲の上だよって言ってもね、高いのって、だからね、だいたいあれは8000メートルくらいだねって言っても、8000ってなんね、だから要はちゃんと説明してもしなくても子供たちには分からないということです。はい、まあ、とりあえずとっても高いと、まあ自分の場合はあれはもう宇宙に近いところにいるんだよ、え宇宙ってやっと理解できるんですけど、この雲一つでも子どもたちにとっては十分に面白いものになります。たまに面白いのがありますのでね、見てみてくださいね。ゲームで遊ぶよりかも、まあ楽しいかも。ということで今度はですね、車なんですけど、とてもちょっと懐かしい車の本があったのでちょっと読んでみたいと思いますが、そうですね、皆さんボンネットバスっていうの分かりますかね。沖縄でも走っていたのかな、多分昭和1960年代ということは30年ぐらいか、65、30年ぐらい、昭和30年とかかな、なんですけど、このバス、坂道に強いとかですね、これが本の方にあるんですよ。で、こういう本がたくさんありまして、路線バスとかですね、でこれまあ、写真がだいぶと古いんですけど、車好きな子にとってはとてもなんか暇つぶしになりそうな本ですよ。皆さん読んでみてください、ね、デージなんか説明の仕方がざっくばらんだねすいませんね、何喋ってるか自分もわからなくなってきたさ。でもう一個がですね、面白いのがユニットキャリアというものなんですけど、これロケットとかも運ぶような車ですね。で乗ってるものは小さいので、ロケットを運ぶときはこのユニットキャリアが本当に30、40、50とか、もったいあの数も本当に
とっても長いもので下を砂利を引いて走っているっていう形に、これの場合はあの港とかでやるくらいの大きさですね。こういうものがたくさん乗っております。皆さん車付きの子どもたちにはちょっと見せてみてください。楽しいもんですよ。はい、ということで今週の放送も終わりになりました、早いものですね、まあこれだけのネタどうにか30分喋れるんですね。はい。で、肌寒くなってはいるんですけど、まだ長袖がいいのか半袖がいいのかっていうのがちょっとわからないのでね、羽織物でもあればいいのかなとは思います。ということで今週の放送ももう終わりになりました。早いものですね。もう来月にはもう12月か。早いね。本当に1年間どんな目標を達成したのかな、もう自分もわからないんですけど、まあ元気に風邪をひかずに体調を崩さずに過ごしていけたらいいのかなとは思いました。ではまた来週、皆さんお元気でお過ごしください。さようなら。時間がなかった。残り2分くらいです。そうそう。